今回は暁の内情を考えるの楽しいよねに対する読者の反応を紹介していきます。それではどうぞ。暁のツーマンセルって毎回長戸が考えてたらしいけど、結構互いのメンバーの相性とか気にしてるよねこの人。あとカクズが毎回相方マルスから困ってたらしい。キサメとイタチを見て同胞殺し同士仲良くなるだろうなとか思ってんだろうか。かっこ毎回勧誘大変なのにメンバーマルスのやめろやジジイ。カクズはイラッとしたら味方ごと攻撃するボケ老人だけど、カクズがいなけりゃ資金がね。勧誘のためにコナンや長戸が直接スカウトしに行ったのはアニメでも書かれるのに、そうやってスカウトしたやつカクズと組ませたら毎回マルスからもうお前単独行動しとけばーかってなってたペイン。当たり前だけど敵組織でも地道に勧誘とかしてるのはちょっと面白い。ちゃんと組織内の有力者が直接誘わないと来てくれなさそうな人材ばっかだしな。サソリと最初はオロチマルと組ませてたけど、デイダラが加入したら即座にデイダラとサソリチームに変換してるんだよなペイン。キューボアカツキメンバー募集応募条件、殺しても死なない方、タフな方、殺されても怒らない方、高条件、高収入、楽々ノルマ、色あり、テレビ会議で親睦を深める月例会あり、アットホームな職場です。楽々ノルマかな。格好は師匠の同期来ちゃったよ。気まず被弾が入ってきた時泣いて喜んだろうな。そう考えると結構ありがたいやつだったのか。邪魔にならない程度にはまあまあ強くて、殺しても死ななくて、きつい仕事にも文句言わない奴らえたように最高の人材では。被弾は味方に関してはちょっと口悪い程度の気のいいあんちゃんだし、ボロクソに言われる儀式も美獣狩りには適してるから、暁にとってはいい人材なんだよね。反対にイタチは真面目に言うこと聞いてくれるからなのか、暁にしては割と真っ当な精神的に参って、霧が暮れから抜け出した奴らを毎回コンビ組ませてる。カクズは財布役自称してて結構暁ライフ楽しんでそうではむ。すごい行儀しくて意味深な雰囲気出しつつ、まあまあちゃんと指示に従ってくれるイタチとキサメのコンビは好きだったと思う。一人死んだり抜けるたびに影レベルの実力者探さなきゃいけないからな。オロチマルいた時は誰と組んでたのかな。サソリらしいデイダラ加入したら即座にペインがサソリとデイダラに変えた。何の感のノルマさえこなせば好きにしろって感じだったから、やってること置いとけば登場組織全体見てもかなり環境いかったよね暁。サソリとオロチマルは相性悪いだろうな。永遠というテーマでは共通してるのにね。芸術家と研究者で致命的な相入れなさがありそう。実際関係最悪だから、ペインが頭抱えてる時に加入してくれたデイダラと即座に入れ替えたら意気投合してる。絶はずっと一人だっけ、白黒でコンビみたいなもんだけども、あんな奴らでも属するくらいだから給料いいのかな暁。趣味一覧見る限りあんまり金使わないんだよ暁のメンバー。というか被弾も文句言ってなかったっけ、殺されても死なねえからいいけど痛いから攻撃すんじゃねえみたいなの。問題児ってオロチマルとカクズのツートップで、あとはなんだかんだみんな真面目に働いてないか。トビが参加した時長とコナンイタチはうわーって思ってたのかな。キサメはトビイコールマダラとは思ってなかったようだけど、そういやキサメが勧誘された時に水影操ってた自称マダラが顔見せてって流れだったけど、あのシーンだとオビトらしい単発ではなくマダラ風の挑発だったな。暇な時は布教してるだけで満足してる被弾、暇な時は古い本買い取って読書してるカクズ、暇な時は面白そうな忍のストーキングしてる絶、暇な時は甘味巡りしてるイタチ、暇な時はイタチと甘味巡りしつつサメ肌の手入れしてるキサメ、暇な時は適当に村とか集落襲って忍び殺して一区別にしてるサソリ、暇な時は起爆粘土いじってるデイダラ、暇な時は折り紙折ってるコナン。暁メンバーで判明してるメンバーは休日は大体こんな暇つぶししてる。オビトに休日はなさそうだ。ゲームで加入エピソードやってたけど入信しなかった雪吊りの人惨殺してたじゃないですか。それがじゃ神教の教義だから。何時隣人を惨殺せよ、だから廃炉が入る前がマルスことに変わらないのおかしいだろです演歌かよ。サソリが物騒すぎる。もう趣味見るだけで芸術コンビがパブリックエネミーすぎる。コナン可愛いな。あいつが趣味でやる折り紙って引くほどクオリティ高いそう。キサメさんもしかして本気でイタチさんのこと友人か何かだと思ってる。体を気遣うシーンが複数回あったり、死に際にイタチとの出会いを思い出すくらいには、普通の里にいられなくなった狂人の集まりの暁で、唯一キサメとイタチは狂人の里にいられなくなった常識人だから、暁の指輪の漢字の意味が気になったから調べてみたら中国の戦術なんだね。指輪の位置まで各自違うのは気づかなかった。暁にスポットライトが当たるようになってわかるイタチとキサメの様式、この二人ぐらい様式のあるやつ選んでればもうちょっと扱い良くなっただろうに。キサメ結構暁気に入ってたのかな。
暁自体はグレモノの集まりだから、結構みんな気に入ってたと思うよ。言葉遣い丁寧だし気遣いもできるし、はぐれ者への理解もあるし、強いし多分誰と組ませてもうまくいくよね。最後までその正体に気づくことなかったけど、デイダラが自爆するときに飛びに謝ってるとこづき。はぐれ者集団だけど仲間を使い捨てにするような組織ではないし、キサメにとっては元の霧の暗部よりも居心地いかったかも。部下なんかは使い捨てにするけど、ネゴカクズが仲間殺ししてもお前しばらく一人で行動しとけってペインは叱るだけで、特に制裁とかはなかった。まあカクズは財布役でもあるし、じゃあ一発追放されたオロチマル普段からどれだけやらかしてたんだよってなるけど、まさかあなたが飛びだとは思いませんでしたよ。マダラさんかっこあのキャラなんだったんですかね。まあ好きではありましたけど、オロチマルは結構勧誘の時もスカウトマンとして動いてくれてるから仕事は真面目なんだよ。問題はサソリとドン引きするくらい仲悪くて、よく殺し合いに発展しなかったなってなるくらいの関係な上に、最後は屈指の良識派ないたち殺そうとして追放された。なんだかんだサソリリスペクトしてたり、カクズに腕塗ってもらって被弾に脱せされてたり、キサメには実力買われてたり、内心で飛びには謝ってたりする。そんなデイダラ、デイダラは可愛がられてそうだよね。年上の後輩に舐められてるのは無。火影帯と土影でいだら、水影キサメ風影サソリ、そんな未来もあったかもしれない。帯とのレス、何もかもから逃げようとしやがって、忍ぶ社会に恨み憎しみがある先輩がツーマンセルでサポート、安心して働ける組織です。未経験でも安心、美獣を一組一匹捕まえるだけ。カクズは何回仲間殺しても許されてるのに、オロチマルイたち襲って失敗したのに即追放なのがひどくない。得がない。でも実力も名声もあるわね。そういうところだぞ。オロチマルって職場の可愛い子に手出してこっぴどく振られて、そのまま備品持ち出してバックれたようなもんか。暁はなんかノルマ達成しないと丸すね、みたいなのもなさそうなのが、これはアットホーム。わざわざ毎回暁メンバーが勧誘しないといけない上に、最低美獣捕獲できるくらい強さないといけないような強さ求めてるのに、そんなにホイホイ粛清とかできるわけないだろ。なのに毎回わざわざ連れてきたやつぶち殺して、お前本当ってペインはイラッとしてた。相手が隠す前職ではなし得なかった平和な世界一緒に作りませんか。全員強いからツーマンセルでなんとかなってるけど、仮に無理ですって言ったら増援出してくれそうだしな。カクズは切れ癖あるけど真面目に賞金首借りしてるからな。なんだかんだキュービとはチビ以外はちゃんと回収してるからな。脱サラした連中が作ったベンチャー企業みたいなもんだから、割と内気が緩いし福利厚生がしっかりしてる。カクズは経理担当だし貴重な治療できる人でもあるから、即医療忍術使えるやついないのか。暁勧誘外伝でのオロチマル様の自己 PR と被弾の勧誘文句でダメだった。抜けたオロチマルのことはマルスと言ってたけど、なかなか手が出せなかったようだな。あの指輪なんか書いてあったりするけど、意味あるものなんだっけ。業務内容美獣人中力の捕獲下道魔像への美獣玉封印傭兵用テロ。漫画とかのこういう組織の人員って大抵趣味とか被らないものだけど、芸術の人と芸術の人を重ねるの結構画期的に感じたわ。趣味合うコンビにしようと長戸が工夫したのかな。